皆さんおはようございます。ジュゴンです。ということで今回も TOT by 速報をやっていきたいと思います。はい、ということで朝3時半になりましたので、動画撮っていきたいんですけど、今回の TOT by のメンバーこんな感じになりました。どうした？どうしたって感じだね。まあ、試合数というか、まあ、ビッグリーグがね、お休みだったと、プラス、まあ、代表の方もありましたので、まあ、それらの関係で、まあ、こんなメンバーになったんでしょう。そうだね。残念ながら日本代表の選手は選ばれずという感じかな。はい。まあ、後ほど、まあ、一応ね、確認していきましょう。詳しく。はい。ということで、いつものようにやっていきたいと思います。まずはシルバースターズですね。こちら目標の方にまたやってきてますので、今週も3勝、8ゴール、6アシストと、まあ、いつも通りですね。こちらもしっかりやっておきましょう。今回もらえるのが、こちらのギブス・ホワイト選手ですね。こちらミッドロー、キャムですね。スキルムーブが4で逆足は2と、まあ、右利きなんですけど逆足は2か。なるほど。はい、能力はこちら、まあ、もちろんねめちゃくちゃ強いというわけではないですけど、シュート力は92、まあ、この辺が目立ちますね。まあ、イングランド国籍もありますし、ブレンフォード所属かな、まあ、その辺も、まあ、何かには使えそうですよね。はい、今回瞬間ホワイト選手も来てますので、まあ、チェックしてみるといいかなと思います。はい、そしてチームの方のトップタレントの方なんですけど、まあ、撮影時点では残り30分ぐらいあるんですけど、まあ、4時ぐらいに終わる計算なので、動画上げる頃にはこれ終わってると思いますので、アイテムをね、受け取れると思うので、報酬しっかりパックかな受け取っておいてください。はい、では今回、本日登場した SBC 残り見ていきたいと思います。まずは TOTY 特別賞のダニ・オルモが登場ですね。要求は非常に簡単になってます。レートが84と、あとはスペインの選手が必要なのと、ブンデスリーガの選手が必要でレートが85という感じになります。簡単ですね。はい、ということで簡単かと思ったんですけど、コインは15万ぐらい必要な計算になるそうなんで、意外とかかった。もうちょっと安くなるといいですけどね。2つの項目なんでね。はい、この辺しっかりまあチェックしてみるといいかなと思います。低評価が9割なんだけど、どうしたんでしょうね。能力見ると、スキルムーブと逆足が4で、キャムなのにミッドハイダー。結構守備意識は高いな。ただ守備能力はそんな高くないんだよね。ちょっとこの辺が気になります。身長は179センチです。はい、能力はというと、やっぱり守備より攻撃の方が能力振ってるからな。守備とかめちゃくちゃに低いもんね。50前後だもんな。まあスタミナ85だったりとか、まあ足元ドリブル系はほとんど90超えてきて、まあショートパス90とか、視野も89、まあ決定力はやや低い83ですけど、まあシュート力88だったり、まあベースは82と。この守備がハイなのも微妙な感じはしますけどね。はい、まあ、ブンデスリーガのスカットを組んでたり、まあ、スペインのキャムのポジションが空いてればチャンスはあるかなという感じですかね。まあ、キャムやめて、まあ、CM とかそっちに変えてもいいかもしれないですね。はい、続いて84プラス選手ピックも来ています。こちらにトークン隠されているみたい、まあ、隠れてないか、あるので、そちらもチェックしてください。こちら2日間の開催期間になってますので、そちらもお気をつけください。はい、要求としてはこんな感じで、今回クロ選手が2名必要なんですけど、まあ、レートは82ということで結構お優しめにはなっております。コインにすると3万5千コインぐらいという感じなので、まあそんな難しくないですよね。まあトークンも入ってますので、しっかりやっておくといいのかなと思います。はい、ということで、まあ、今週登場している選手で、まあ、見ていくと、レート81なので、ブラシッチとかサロモン・ロンドンあたりか、まあ、大体1万4000コインぐらい使う計算ですかね。これが、ま、2人いるということなんで、まあ、大体3万ぐらいかかっちゃうって感じか。まあ、もうちょっと安い選手いると思うんでね、その辺は探してみてください。はい、そして TOTY チャレンジ8、こちらにもトークンが入っておりますので、こちらもチェックしておきましょう。しかも今回メガパックもついてくるということで、これはやっておいても損はないんじゃないかなと思いますので、やっておいてください。内容としてはこんな感じです。あ、コインにすると7000コインぐらいということで、非常にお安くなっております。あ、レートが70なんだ。ちょうどレアが11選手。
あとはゴールドの選手も4人入れてねっていう感じか。連携高いな。まあ、ただ銀の選手ってなかなかね、市場に出回ってないから、この表示されている価格よりもね、ちょっと高いこと多いからな。その辺は引っかかるよね。実は手元のゴールドの選手の方が安く上がるみたいな、そういうこともありますので、その辺もまあチェックしてみるといいのかなと思います。はい、ということで TOTY の選手見ていきましょう。今回で20周目ですね。今回マネ、ディマリア、トコエカンビ。トコエカンビは総合値はめちゃくちゃ上がっているようです。シルバーの選手も4人今回入ってきました。まあメンバー的にはちょっと地味かな。はい、先ほどもちらりとね、見せましたが、総合値変動的にはこんな感じですね。下の方は9とか10とかめちゃくちゃに上がってます。マネと、マシューライアンが2度目の黒登場。トコエカンビはポジションが ST になってますね。まああとポジションがね、ちらほら変わった選手もいます。オタビオは逆サイドになってますね。はい、価格にするとこのような感じで、マネがまあ今週は圧倒的に高いですね。40万超え。そしてまあディマリアもやや高い。もうディマリアやや高いって言っていいのかな。まあ4万弱なんで、まあそんなに高くもないんですが、まあこの中だとディマリアは高め。シルバーの選手はね、2万台多いですが、あと1万ちょっと超えるぐらいで、なんとかなりそうなぐらいですね。はい、ということでそんな注目の選手たち確認していきましょう。まずディマリアですね。ディマリアに関しては、アディダスでね来てますので、それが総合値が90だったんで、まあ、それよりはちょっと能力落ちたかな。逆足が2なんだよね。スキルムーブが5で、能力はというとまあこんな感じです。敏捷性95が圧倒的に高いね。まああとはカーブが90超えるぐらい。まあ、パスドリブル中心に、90にちょっと届かないのが多いかな。バランスはちょっと低めの77。まあ、決定力も81と、ちょっと足らないとこも多いかな。まあ、メッシ、ムバッペ、まあ、いろんな選手出てますし、まあ、その辺の PSG の選手と絡める、まあ、感じであれば、なかなか面白そうですけど、まあ、メッシが右ウィングなんで、そことポジション被っちゃうから、そこまで必要ないよねってなりそうな感じはしますけどね。はい、続いて今週めちゃくちゃ高いよ、マネさんですね。スキルムーブと逆足は4ですね。マネに関しては黒選手として2度目の登場なので、前回90だったので、まあ1しか上がってませんが、ハイミッドの175センチの左ウィングですね。はい、能力はというと、まあまあ、マネっぽいね。足速くて、まあドリブル数値なんかは高めで、ショートパス視野88、まあ、決定力90超えてこないんだ。もうちょっと欲しかったけど、まあ89なんで、もうほぼ90みたいなもんでしょうね。ヘディング数値なんかもちょっと高めになってますし、スタミナも88、ジャンプも90高いね。まあ身長はそこまで高くないんだけどね。うん、でもマネ結構ね、ジャンプなんか高く飛ぶイメージはあるな。はい、ということで今回 TOTY 速報を合わせてやっていきました。いかがだったでしょうか。まあ、今週ね、トークンと、ピック、あとパックがね、つくもの SBC に来てますので、まあ、それら中心に解いていくのがいいんじゃないですかね。はい、ということでこちらのチャンネル、毎週このように TOTW 速報として、毎朝じゃないや、毎週ね、動画上げておりますので、そちらもチェックしていただきたいですし、だいたい6時更新です。その他の曜日も毎日動画上げておりますので、最新情報気になるよという方は、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。